おはようございます。6月7日朝9時のこの今日の創価学会動画紹介になります。なんかコーナー名がね、つくようなつかないような感じですけども、今回はね、市民メディア放送局さん、こちらの方を拝見したんですけども、創価学会の婦人部っていうのがあるそうですね。えー、そもそも創価学会っていうのはこの女性の力がものすごくね、 えー、反映されてる、まあ、そんな宗教組織だっていう風に聞いたことがありますけども、こちらの方で婦人部の方が叫ばれているのが、えー、公明党潰さないで置くものかっていう感じでね、まあ、相当前から公明党っていう政党は創価学会から恨まれているんだなっていう風に感じるわけなんですよ。まあ、日々のね、うん、その、お財布を預かることが多い日本の主婦層なんですけども、まあ、見るみる。 過処分所得が削られていって、まあ、旦那さんの賃金も上がらずということでね、まあ、これは旦那さんの力量不足というよりも、まあ、この国の体制がおかしな方向に行ってるっていうことに、さすがに気づいている方が声を上げたんじゃないかなと思います。えー、ご覧いただいている動画の一部ってのが、まあ、再生することはないんですけども、5分ほどなんでね、動画概要欄に貼ってありますんで、再生していただきたいんですけども、まあ、なかなかの内容になってます。 2019年の7月、これが新橋 SL 広場で行われたということで、まあ例のね、新橋の SL 広場ってのはかなり人が集まるところで有名と。しかもサラリーマンの街ですから、こういった婦人の声ってのはね、普段仕事で忙しいサラリーマンの方の耳にも届きやすいのかなと思って、まあ素晴らしい活動されてるなと思うばかりでございます。まあ何にしても本当に公明党ってのは総合学会の 意思を無視して、あさっての方向に行っちゃってるのかなってことが伺い知れる。まあそんなね、えー、内容になってます。動画概要欄からご覧ください。それでは今日もよろしくお願いします。